俺は十代目のおそばにいる資格はありません。待って、コクデラ君。告白か。それができれば苦労はないよ。極寺くんすごく頼りにしてるのよ。ツナはいっつも極寺くんのことばかり話してるの。あなたの口から極寺くんの名前が出ない日はないくらい。俺何も聞こえなかったっす。そうだよね。極寺くん重大な どうしたのその顔。別に極寺くんのせいじゃないし、怪我だって大したことは。実戦なら10代目は死んでいました。嫌なこと言わないでよ。10代目を守りできず本当に申し訳ありません。10代目、お怪我は。10代目に当てやがってパス出しやがったら誰だ。ねえ、お前だろ。しっかりしてください。10代目大丈夫だよ。ちょっとよそ見しちゃって。お疲れ様です。10代目10代目がそうおっしゃるんだ。極寺くん、任せたよ。はい、もちろん。敵には指一本触れさせませんって。